来の者に復讐するため？それだけじゃないだろうね。ただ遊戯の復活と天地ファミリーの崩壊の始まりはほぼ同時シンクロしている。ええ、偶然にしてはあまりにも不自然だよ。あ、私ここの絶叫マシンに乗ってみたい。え、俺そういうのは苦手。もう天地くん怖がりなんだから。じゃあここ寄生虫博物館。何今の。ちょっと見てくる。うわ、和州さん。あら、やっぱり慌ててつなぐと座標がずれるね。おっしゃった。どうして岡山にいた人が天地くん家のトイレから。天地殿、悪いんだがちょっと岡山に帰ってきてくれないかね。え？どうも何かが起きてるみたいなのよ。それは愛香さんから聞きましたよ。みんながバラバラになったって。それも突然一斉にね。天地殿気にならないかい？気にならないことはないけど、偶然の一致じゃ。じゃあ真崎神社が襲われたことは知ってるかい？え？神社が一体誰に？まあ説明すると長いからさ。それでじっちゃんたちは？かろうじて無事さ。敵さんも本気じゃなかったみたいでね。そうですか、よかった。でも今確実に何かが起ころうとしてるよ。とんでもない何かがね。帰ってきてくれるかい？ええ。そんなのないよ。今年の夏は二人で一緒に遊ぶって言ったじゃない。ずっと一緒に行ってくれるって言ったじゃない。さくやさん、ごめん。和州さん、今準備するから。え、さくやさん、どうして、どうして帰るのよ。私と一緒にいてよ、天使くん。さくやさん、ごめん。でも私より岡山のみんなの方が大切なの？違うよ、そうじゃない、そうじゃないけど。大変だ、じいちゃんが事故った。道久善さんが？それで容体は？大丈夫。一人でゲンチャリでこけて腰を打っただけだ。でも、これから急ぎの交通安全のお払いがあるんだ。まさき、お前、代わりにやってくれ。ねえ、俺そんなのできないぞ。いいんだよ、それっぽくポーズだけやってくれりゃ。神社の神主が事故で交通安全のお払いができないなんて、恥ずかしくて言えないだろう。うん。和州さんごめん。こんなわけで、今すぐ戻るわけには。しょうがないわね。ほら、早く来い。いや、待てよ、今行く。やれやれ。ま、今天地殿が岡山に戻っても何も変わらないか。こっちの分析が終わるまでしばらくかかるしね。さて、じゃあ帰るかに。あ？静かになったね。うん、もう夕方だもの。みんなお家に帰るんだよ。ささみ。え？僕のところにおいでよ。一緒に暮らそう。え？みんなもうすぐいなくなっちゃうんだ。だから僕と二人で暮らそう。いつまでも一緒に。だって、ささみは僕の友達だもの。何言ってるの、ヨギちゃん。私たちまだ子供だもの。二人で暮らすなんて無理だよ。どうなっても知らないよ！
天地です。昨夜さんカメラ始めたんだ。それクラシックカメラでしょ。でも古いカメラは気をつけた方がいいよ。ファインダーを覗きシャッターを切る。すると撮られた人は魂を抜かれ。え、ギャグが古い？じっちゃん俺に嘘を教えたのかよ。次回新天地無用、離れ来て心寂しき思い人。